でしたね、はい、伊藤は一つモーションだけ、もう一度動かして剛田出した、剛田が横からスリーポイント、いやナイスパスでしたね、よく見てました。今のニック選手が伊藤、今ここ少しミスマッチがある、そこをスピードをついていく、上からナイス、伊藤立ち上げました、まあ、ジョシュ・アルデソンです。伊藤は早く動かす、足元中に入れて、またここインサイド使います、インサイド強いですね、一気に入ろうというところでうまくそこ使えませんでしたが、バウンドパスでアイダブラウン、うまくローテーションも噛み合ってます、はい、アイダブラウン下がりながらボード使って決めました。川崎対大阪のゲームをお届けしています。第2クォーターは今途中です、2分ほどが経過しました。今8点差となっています。運んでいった大阪、ショットクロックギリギリで橋本が決めていきました、はい、これで6点差に変わりました。でもらって橋本、橋本のミドルジャンパー2ポイントです、決めました、打っていきました。まだボール大阪です、これ決まればあと1桁点差というところになってきますが、橋本来た、ここで決めてきましたね、そこを使う、ハレルソン下がりながらジャンパー決めました、この後のディフェンスですね、はい、取りました、はい、マスナのシュートブロック入った、ナイスブロック、ハレルソンも取った、これ走りたいですね大阪、ちょっとこれもなかなかサポートにも来れないが、よく取った、ランダル、ナイスリバウンドでした、うん、ここインサイドを使いました、あナイステル、よく取りました伊藤、早く出して、あナイステルですね、2つのダンクです、はい、いい合わせでした。